ボルボデザイン your life。 渡辺タスクと山田れながお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボデザイン your life、 家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウィディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。今日は石崎ひゅーいさんを迎えしています。はい、石崎ひゅーいさんは水戸のご出身ですね。そうなんですよ、はい、1984年、1984年生まれです。はい、はいはい、ちなみにお家は、はい、こうどんな雰囲気の、まあ、作りもそうですけど家庭の雰囲気としてどんなご家庭でした？ですね、温かい家庭だったと思うんですよね。うちの母親とかが料理がすごい上手で、うん、家に帰ってくると僕の友達とかが5人ぐらい先に来てて、先にでもう飯食ってるみたいな。そういう石崎んちのお母さん、はい、料理うまいからみんなで行っちゃおうみたいな。そういうことですね。そういうすごいね。そういうことがしょっちゅうあったんですか？はい、なんか毎日のように毎日のようにいろんな人がこう入れ替わり立ち替わり訪れる。でも本当にでも美味しかったわけですよね、料理。すごい美味しかったです、本当に。どんなものが、そうそう、どんなものが出てくるの？もう何でも作るんですけれども、肉まんとか。え、肉まんを作る、うん、なんか、まあ、肉じゃがとか何でも作るんですけれども、うん、それぞれうまいです。うまいっていうか、なんかこう個性があってですね、はい、で、まあ、そのお母さんの個性的だったエピソードとしてはですね、はい、もうデビッドボーイが大好き。あ、そうですね、 うちの母親デビッドボーイすごい好きでした。で、お名前がね、ヒューイ、はいはい、デビッドボーイ、ボーイ、ゾーイ、はい、息子さん、はい、で、石崎ヒューイ、はい、そういうふうに変換されて、変換されて言われてるんですけど、お母さんが名付けたわけですね。そう、というふうに言われてるんですけれども、はい、いや、で、実際にお母さんってどれぐらいこうデビッドボーイが好きだったんですか？ですね、レコードがうちにありまして、うちの母親とこの親父の寝室に、うんうん、で、そこでいつもデビッドボーイのジギスタダストかな、がそのレコードかなが流れてて、うん、まあ、いつもデビッドボーイが流れてるっていう状態だったんですよ。で、ある日なんか何を思ったのか、ガラスにジギスタダストの中に入っている、はい、ロックンロールスーサイドっていう曲の歌詞をガラスにこう全部彫り込み、窓ガラス。そうですね、そこのだからなんていうの、うん、窓みたいなところに、ね、今ガラスみたいなところガラス、そこにこう歌詞をバーってこう書いちゃうみたいな。書いちゃう、書いちゃう、ちょっと掘っちゃう、掘っちゃう。お母さん、はい、好きすぎて、そうそう、ガラス紙みたいなの頼んで、掘り込みを入れちゃうぐらい、ちゃんとプロお願いして。そうです、へえ、いや本格だわ。そうなんですよ、全部の歌詞を書くんですよ。ですか、はい、じゃあヒューイさんもじゃあ小さい頃から、はい、もうデビッドボーイが当然なんていうかな、当たり前のようにこうスタートして家にいたわけです。そうです、家にいたというか、はい、そんな感じです。ですよね、はい、そのデビッドボーイみたいになってヒューイみたいなことは小さい子から言われてたりしたんですか？いや、あんまり音楽をやれとは言われてなかったんですよ、どっちかというと演劇を、演技をやれっていう風に言われてましたね。はい、そうか、ね、なんかちょっと伺ったら、はい、結構唐十郎さんの赤テントっていうね、まあ、はい、初期の頃はすごいアングラだったもんね、劇団ですけど、はい、それ見に行ったりしてたんですか？そうです、水戸芸術館っていう場所がありまして、うん、そこに赤テントがよく来てくれてたんですよ。定期的、割と定期的に、はい、で、それを家族でこうみんなで見に行って。それね、なかなかね、家族で行かないよ、うん、そうですよね、子供ながらに面白いと思えたって感じですか？うん、めちゃめちゃなんか一番なんか面白かったですね。遊園地とかだからそういうところに行くよりも、お芝居見てるのが一番結構ワクワクしましたね。へー、それは教育としてはすごい、うん、本当ですね、うん、最近だからその今まではずっと音楽をずっとやってたつもりだったんですけど、うん、本当にここ 1,2 年なんかそういうお芝居の話をたまたまもらえて、映画に出たり舞台をやったりとかしてるので、なんかそれもちょっと、ね、うちの母親は死んでちゃってるんですけれども、うん、なんか天国で見てたら多分すごい喜んでるだろうな。いや、喜んでると思いますよ、はい、まあ、うん、去年まさにデビッドボーイがお母さんの住む方に ね旅立って行ってしまったみたいな ねちょっと思い出深い ね、あ、そうですよね、そうか、はい、そうですね、はい、今日どうも本当ありがとうございました。ありがとうございました。ボルボデザインヨーライフ、今日は石崎ひゅーいさんをお迎えしました。ありがとうございました。ボルボ Design Your Life. This program was brought to you by
ボルボカージャパン。